こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、これ紹介したいと思います。大和くんのね、鼻が詰まって、で、鼻が噛めないんですよね。幼児って鼻噛むんだよって言ってもわからないじゃないですか。ですから、鼻から詰まった鼻をね、吸ってあげるしかないんですけども、まあ、ストローでピュッてやるのもね、なんだかなって感じなんで、まず第一にこういうの買ったんですよ。これ近所のドラッグストアでスポイトみたいにね、吸うやつ。まあ、これでもいいんですけども、たくさん出てる場合はこれじゃ追っつかないんですよね。ということでね、電動のやつを買いました。これなかなかいいんですよ。4000円ぐらいしたんですけども、掃除もね、簡単で、ほら外れるでしょ。ここにね、鼻水が溜まるので、これシリコンで柔らかいから怪我もしないしね。こうやって洗った後は簡単に装着できます。これでね、電源入れて、なんだったら音楽かけて、こんな風にやるんですけども、吸引力にちょっとね、問題がある場合があるんですよ。これでも十分なんですよ。十分なんですけども、奥の方にあるやつは取れないんですよ。鼻の間にあるやつは取れるんですけどね。そうなると、鼻にあるやつは取れても、しばらくするとね、1時間2時間ぐらいしたら、やっぱ寝てるうちとかに垂れてきて、やっぱり鼻が詰まってウェーンって呼吸困難になっちゃうんですよね。まあ、ですので今回結構ね、1万4000円ぐらいするこっちを買いました。これはね、吸引力が結構パワフルで調整できるんですよ、このダイヤルで。だからいいんじゃないかなと思いましたね。なんてやつ、ビジョンのネバネバ鼻水もさっとスッキリというやつですね。ほら、絵があるでしょ。うちの大和くんなんてぴったりですよ。で、これでしっかりと鼻のスースーにしてね、で眠るとぐっすり眠れるという、夜中に鼻詰まりで起こされずに済みますよ。あとね、メンソレータムみたいなやつをここに塗るっていう手もあるんですよ。そうするとスースーするでしょ。で、鼻が詰まらないって形なんですけども、メンソレータムをここに塗るのがね、結構至難の技なんですよ。あと、ここに塗った時にメンソレータムをね、こうやって舐めちゃったら、やっぱ良くないでしょ。だからね、ちょっとお高いんですけども、これ買ってみました。これをこれからね、使っていこうかと思います。これは結構いいですよ、うん、じゃあ今回はビジョンの電動鼻水器の紹介でした。